ただいまより西部洋平選手、田中裕介氏の引退セレモニーを行います。今日あのスタンドに来てくれた方々、それから本当に遠くから来てくれた人たちもいっぱいいて、で横断幕もいっぱい出してもらって、西部も裕介もとっても幸せだなというふうに思っています。で私あの個人的に、お礼を申し上げたいのはあの新庄クラブの選手やチーム関係者の皆さん本当にありがとうございます。とっても、ね、いいゲームを作っていただいて感謝してます。それからあの特に1本目と2本目なんですけども、あのいいレフリングをしていただいた審判団の皆さん、ありがとうございます。あの2本目うまく追いつくことができたのもあのいいレフリングだったなというふうに思ってます。ありがとうございます。それから、この引退試合とか OB 戦とか、まあ、いわゆるその公式試合とは違うあの試合で引退試合があの私は一番多いんですけども、こんなにあったかい引退試合をここでできたことは私の経験の中では初めてですし、本当に途中で、嬉しくなって目頭が潤んでしまいました。皆さん本当にありがとうございます。陽平も裕介も喜んでると思います。裕介は、去年引退して、あ、田中裕介氏って言わなきゃいけないって言われてるんですけど、どうしても頭の中じゃ裕介裕介になっちゃうんですけども、本当は引退試合をねすぐに、私の流儀はやっぱり引退したら皆さんとお別れするのはピッチの上でね、お別れをさせてあげたいっていうのがずっとこの仕事をやってきて貫いてきたことなんですけども、残念ながら去年はコロナ禍でどうしてもできませんでした。今年陽平が引退するということで一緒にやろうよっていうことでこういう試合を設けたんですけども、裕介は裕介で現役時代はね功労選手賞ということで J リーグからも表彰されるようなそういう偉大な選手でした。引退試合をするにふさわしい選手です。で陽平は、公式戦499試合で止まったんですね。本当はね最終戦出られれば500だったんですけども、私は今日の試合見ていてしみじみ思ったんですけども、記録なんてねいいよ、499試合に今日出た1試合は合計500試合ですけども、記録には残りませんけども記憶には絶対残る皆さん方の後押しがあっていい思い出になるようなそういう500試合だったり、そういうふうに思いませんか。これから第二の、ね、人生もうすでに裕介は歩んでますけども、陽平もこれから第二の人生歩んでいくんですけども、今日こんな、ね、富山にしたあったかい11月下旬の、そして多くの人に惜しまれながらね、そして祝福されながら第二の人生を歩めることを胸に刻んで、半端な第二の人生を歩まないように私どもはこれからも引き続きエールを送っていきたいなというふうに思います。今日は本当にありがとうございました。これからの二人の活躍をお祈りしましょう。皆さんこんにちは。まずは、このような素晴らしい機会を与えていただいた、カターレ富山の皆さん、この大会に協賛していただいたスポンサーの皆さん、そしてこの会場に駆けつけてくれる皆さん、本当にありがとうございます。昨シーズンで僕は、引退をしたんですけど、すごく充実した18年間を送れたと思っています。現役最後、カターレ富山という素晴らしいチームで、プレーできたことをとても誇りに思いますし感謝しています。この場で一番
まず俺が言いたいのは、プロになってから、18年間、支えてくれた妻に感謝したいと思います。ありがとうございます。本当にいいことばかりじゃなかったんですけど、契約満了や、いろんなことを経験して、18年間できました。これからは、未来のプロサッカー選手を育てていけるように、自分の経験を子どもたちに伝えていきたいなと思っています。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではご家族より花束の贈呈をしていただきたいと思います。まだですよ、まだです。はい、皆さんこんにちは。まずは、今日ザ・ラストマッチを、開催するにあたって、関わってくださった、スポンサーの皆様、カタール富山のスタッフの皆様、新庄クラブの皆様、本当にありがとうございました。僕は24年間、現役生活をやらせていただきました。まずは、家族、本当に富山は単身赴任で2年間でしたけど、非常に悲しい、寂しい思いをさせてしまったので、これからたくさん家族孝行していきたいと思ってます。本当に、僕について来てくれてありがとう、感謝してます。そして、僕が24年間で携わったクラブ6チーム、浦和レッズから始まり、鹿島アントラーズ、清水エスパルス、湘南ベルマーレ、川崎フロンターレ、カタール富山、本当に最高のクラブに僕は出会いました。まさか自分が24年間プロサッカー選手として戦えるなんて僕は正直自分でも思ってませんでした。昔の僕を知ってる人だったらそう思うと思います。でもサッカーに出会って、本当に最高の仲間に出会って最高の人たちに出会って本当に成長させていただきました。サッカーに出会わなければ本当に今の僕はいないと思います。24年間で悔いはありません。24年間やってタイトルを取れなかったこと、準優勝6回、最後までシルバーコレクターで終わりましたが、それ以上に最高の出会いをいただいたと思っています。本当にありがとうございます。最後になりますが、最初はカタール富山に来たときは正直富山を離れるのがこんなに寂しくなるとは思ってなかったです。人にいろんな人に出会って、ここにいる最高のチームメートたちと、まあ、1年の人と2年の選手がいるんですけど、本当に最高の現役生活の
締めくくりになる最高のチームに最後来れたと思ってます。本当にありがとうございました。すいません、ちょっと前後してしまいましたが、ファンサポーターの皆様、本当に24年間、最後まで応援していただいて本当にありがとうございました。今日のことは一生忘れません。ありがとうございました。ありがとうございます。